まあツイッターでちょっと見かけたんですけど、警察に捕まったらしくて助けていきたいと思います。はいどうも、ムジカです。これ架空請求じゃないですか。もう動画してたシュールやな。神引き起きる気しかしねえ。大人なめんじゃねえぞ。添い寝パターンも取りますかね。これはもうバレるだろう完全に。どうもムジカです。本日はですね、なんかキツがまあツイッターでちょっと見かけたんですけど、警察に捕まったらしくて、でですね、ちょっと僕もいても立ってもいられないんで、まあ、一応こうね、あの iTunes カードがあるんで、これでちょっと釈放できるかっていうのはちょっとあの助けていきたいと思います。雨降ってきた。あやばいな、結構雨降ってきたな。曇ってるから海もそんな綺麗じゃないな今日。今日でまあ晴れの日だと全然違うんだよね。ちょっとキッズにねサプライズ的な感じで来たんですけど、なんかもう全く連絡取れなくなってしまって、ちょっと周りに聞いたら他のキッズもなんか既読つかないみたいな感じらしいんですよ。でツイッターとかも連絡取れなくて、だからワンチャンそれ捕まってで、なんか親にぶち怒られてちょスマホを取られたっぽいっすね。どうしようもないです。もう結構遅く、夜遅くまでね、ここまで来たからにはねちょっと取りたかったんで粘ったんですけど、多分もう連絡取れないっぽいですね今日は。なんでちょっと今日はもう帰ろうかなと思います。はい、ということでね、今あの実際に行った日から結構時間は経ったんだけど、もう彼がねついに話せるようになったみたいでね、まあ、結局あの日はもうスマホ多分あっちがもう解約じゃない、あのなんかもう取り上げられてるか分かんないけど、もう連絡取れなくてもう帰ってこざるを得なかったんで、今はねもう復活したらしいんでね、ちょっと何があったかっていうのをねちょっと聞いてみようと思います。あ、お疲れ様です。お疲れ様。元気ですか。元気で意外と。あ、そうなの、うん、ちょっと聞いて聞いて。君がね警察に捕まったとツイッターに上げてたじゃないですか。それもうね僕はね助けなきゃと、もう今すぐ助けなきゃということでね、君の家の方に、ね、車で向かったんですよ。あ、聞いてます。聞いてるよ。上の方にとりあえず向かったんですよ、沖縄の。ただその上の方に行って、まあ、途中でもうあいつんち知らねえっていうことに気づいて、だいたい上の方だっていうのは聞いてたやん。上か下かで言ったら上かみたいな。だからでね、上の方まで行ってって、まあ、全然わからんけど、ついて連絡、もう細かい住所は知らんから、もう連絡取ろうとしたんよ君に。もうディスコやら LINE もしてたからさ、 LINE もかけたけどさ、でずっと繋がんなくて、何時間かかけて上の方行ったんだけど、あの戻っ何時間かかけてまた戻ってくるっていう苦行をね一人でやってたんですよ。もうどうしてくれんだよ。ガチで、あのなんか上の方来てもらってはいたけど、うん、あのもうその時には多分真ん中の方に行ったと思う。あ、君の身柄が。そうそう、俺の身柄自体が真ん中の。それめっちゃおもろいな。多分行き違いかって。あ、っていうことは上の方に行かなければもうちょっと会いやすかったかもしれない。かもしれない。なるほどね。え、ちょディオでも行きますかとりあえず。まずさ、どうしたん。でもその家庭の事情とかもあるから、なんかオブラートに包んでいただいて、こんな風なこと。俺がもともと、あんま歩いていく学校に行かない、習慣。そこ別に行ってもいいんじゃないの。あんまり学校行ってねえってことだろ。はいはいはい。ネットの学校とそのリアルの学校を両立させてたから、ネットの学校、はいはい。はい、そのネットの学校には行ってるけど、歩いてる学校には行ってないみたいな。ネットの学校ってなんだよ。あ、普通にあんのね。あ、普通にね。在籍してるみたいな。あ、そういうことね。それでそこには行ってるけど、みたいな感じで親が切れて、うん、なんか、だいぶ前にもう一回切れて、なんか取ろうとしたんだよ、俺の iPad とか。なんかちょいちょいさ、お前連絡取れなくなってたもんな。iPad
一応自分のお金で買ってるから、だから取られるのが嫌で、取ったら次は違っても取り返すよみたいな、そういうねことを釘刺してたわけね。釘刺してて実際取られた、怒られて、ほうほう、一瞬でその自分の部屋に来て、なんか学校行かないの取るぜみたいになって、その時実際の怒った日が午前中足の裏のなんか出来物の病院行くってなって、痛くないからいいみたいななって、でなんか午前中開くじゃん時間が、だけど親はその時間開くんだったらなんか学校行きなさいみたいな、午前中行かないけど午後からは行く予定だったんだよ。あ、まあそうだよね、午前中は病欠するけど午後からは学校行くよって、その iPad を取られる前の話ね。あ、そう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 、はいはいはい、俺は午前中空いたし、その間暇しとこうと思ってなんかゲームする予定をもう組んじゃってたんですよ。ゲームって予定組むんですか？いや、でてなんかあの友達も休んでるから、あのじゃあ今日やるかみたいになって、なるほどね、ここまでの時間をそのゲームで潰そうとってたんやけど、親がその時に午前中も学校行きなさいみたいになったから、いやでも俺はもう予定つけちゃったから無理よって言ったら、そこで出て学校行かないの取るぞっつってバッと取ってったから、その時に自分がもう何て言うんだろう、マジで昔一回になった時にその近づけても取れって言っちゃってたから、はい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 、もうスイッチ入っちゃってますから、条件に引っかかっちゃってるもんね。引っかかっちゃって、でも自分も切れて、で親がその iPad を持った状態で外出ようとしたから、とりあえず車でどっか行こうとしたってことね。今はね反省してるけど、その時はマジでもう怒ってて、包丁というかあの形マジでやってんな。ナイフというか、ナイフってことでもないけど、あのちっちゃいナイフ、果物用みたいな、果物、そうそうそう、リンゴ切る用のやつがあって、それを持って自分刺すつもりもなかったし、それはね脅しでってこと？そう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 、はいはい、ただ手で持ってるだけの状態でなんかその返してっつって、そんな優しい言い方してねえだろお前、あーぐらいだろじゃあじゃあ本当になんかもう持ちながら、はい、置いてみたいな。いや怖いわ逆に、言ったらなんか落ち着けと、逆にお母さんも優しい声で、そんなもの持つなみたいな、まあまあまあ、冷静にね。MacBook を持ってた、その時俺の MacBook とその iPad 両方持ってて、めっちゃ Apple ユーザーみたいになってるじゃんお母さんね。これからスタバでちょっと仕事してきますみたいな感じ。Mac も当然持ち去られたら、なんていうの、ネットの学校もできなくなるし、当然 iPad をなんかもう一つ Android 端末をってね、それなんか重いわけめっちゃ。だから iPad もマックもなくなったら連絡手段がなくなると思って落としたんよ、そのお母さんがマックと iPad を。おうおう、びっくりして、びっくりっていうか、なんかもう俺のナイフを取ろうとして、ああなるほどね、アップルぶってる場合じゃねえと。そうそうそう、だから俺もナイフを置いて、当然ナイフ離したらそのナイフをお母さんが確保するじゃん、だからナイフをお母さんが持って俺はマックと、ああなるほど、入れ替え戦みたいになったのね。お互いがお互いの武器を捨ててチェンジしてしに行ったのね。入れ替えしたからで、ほっといて自分の部屋に行ったら、どのくらいかな、あのそれが8時ぐらいで、朝ね、1時間ぐらい経ってもうのんきに家でゲームしてたんよ。ほうほうほう、落ち着いて、落ち着いてゲームしてたらインターホンが急になって、どうしようと警察が、だいぶすごいことになってたんだ今この冷静に話してるけど。俺の部屋さ、窓があって、で窓なんかあのモザイクみたいな窓わかる、ああはい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 、なんか人影は見えるけど誰かわかんない、ああな、それでちょっと包丁を持ってるシルエットが周りの付近の人から見えちゃったんかな。いや、あのね、親がなんか通報したらしいから。あ、そうなの。お母さんが呼んできて、人影があるけど誰かわかんないし、5、6人の影から。そんな来たの。じゃあなんかその騒ぎを聞いて駆けつけたんじゃなくて、落ち着いた後におかんがあかんと思って警察を呼びに行ったってこと？そうそうそう、意味わかんないと思って鍵閉めてたんだけど、まあ当然全鍵だけだったら、あの前鍵とか持ってるから開けれるじゃん、だからあの物理的な鍵だった、ああ南京錠みたいな、なんかそうそうそう、破壊しないと入れない系ね。そう、それをつけて、なんかもう絶対入れないみたいな、立てこもり犯やん、完全犯人やんそれ。だったらなんかその窓の方からコンコンってきて、窓を開け、ちょっとだけ開けて、なんか何で来たか分かるねみたいな。はい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 、当然この年だったからよかった、いやよくはないけど、この年だったからまだ逮捕とはいかなかったけど、その時はまだ自分もなんかおやべえ逮捕されんじゃねえかなみたいな、なってて、なんか14歳以下はその警察側の判断で事件化するかみたいなのが判断できるらしくて、なんか事件化がなくなって、事件っていうかなんかそういう裁判みたいな、なんか逮捕とかっていう重い感じではないけど、警察にお世話になるみたいな感じじゃないけど、なんかちょっとなんとかセンターみたいな
相談ケアしてくれる保護されるようなとこに連れてかれたみたいな。連れてかれたってそこに行くか、うん、もっと怖い場所に行くかのどっちも行かんと。もっと怖い場所って怖いな。もっといろんな悪いキッズがいるとこね。うん、そうそうそう。まあ当然どっちかって言われたらそのね最初のちょっとかくまっていうのかその、まあ優しい方ね。そうだから当然そこを iPad を持っていけるんだったらいいかなと思ったから、うん、条件を出してそれ持って行ってもいいなら行ってみたいな。ああなるほどね。あ退出しちゃった脱げちゃった。はい、OK です。すいません。iPad とか持ってけるんだったら行ってもいいよと。言われたんだけど、プライベートとか他の子もいるから、うん、当然あの持って行ってもいいけど、使えないよみたいな。まあみんな真面目に勉強したりとか、なんかそういうところだから、なんか遊びのものは持ってけんと、とりあえず。遊びのものもだし、なんか。外部と通信できるようなものは持ってけないみたいな。それもそうだし、なんかね、絵とか、スケッチブックとかでさえもダメらしくて。自分のさ、うん、なんて家から持ってくるものみたいな。プライベートなものはもう全部パンツぐらい。服はあの今着てるもの以外持ってっちゃダメで。マジで？それ怖いとこだったんじゃない？大丈夫？怖い方連れてかれてない？怖い方はなんかもう労働みたいな。もう服さえ着せてもらえんみたいな。うん、終身刑というか。終身刑？囚人ね。いや危なかったね。危なかったっていうかもうアウトだけどな。優しい方に行くってことになって。優しい。とりあえず3日いてねみたいになって、うん、それであ3日かみたいな、はいはいはい、どうせ3日だしって言葉がもう救いだったんよ、はいはいはい、で、まあ、次の日は他の子、うん、その自己紹介というか新しく入りましたものです。よろしく。そんな感じでもう自己紹介したんだよ、うん、プライベート上そこの中でもなんかその友達同士で、うん、なんていうんだろうな、来た理由とかを話すのがダメだったんだよ。一応自己紹介はするけど、簡単な自己紹介するけど、あんまり仲良くなるなと。そう。え、出れたの？結局3日で。それが出れなかったんよ。出れなかったんだ、やっぱ。なんか、なんかその話。3週間？3週間？そんないたの？3週間かかった。それはな、もう態度が悪かったからってこと？いや、もう元からそんくらいのあれだったらしいんだけど。安心させるために。安心させたり、その心のメンタルというか。期間が決まってたんだ、最初からプログラムが。決まってて。そんないなくちゃいけないんだ、大変だったね。大変だった、マジで、うん。隔離施設って言ってて、なんかその隔離されてるから、周りにさ、3メートルぐらいの、なんか塀みたいな。役ネバやん、約束のネバーランドや。そうそうそう、え、でもそんくらいね、なんか多分昔逃げ出した子がいるんだろうね。ああ誕生日はね、あの施設で過ごしたっていう。いやもうそれは一生ネタにできるじゃん、いいじゃん、よかったじゃん。貴重な、なんかボールいっぱいのポテトチップ作ったんだよ。え、それ祝ってくれたの？今日誕生日なんだけどっつって祝ってくれるよ。あー、オピバースデーってやってくれた。やってくれる、やってくれる。楽しかった。楽しかった、楽しかった。親と一番最初、その事件後にさ、親と一番最初に会った時なんて話したの？いや、あのね、なんかもう、当分は会えないんだよ。ね、だから、2週間ちょっと経ったぐらいに会って、うんうん、最初はね、なんか、ケースワーカーって人がついてくれてるんだけど、覚えてるために、なんか頑張っていこうね、みたいな担当の人、うんうん、ついてくれてて、その人が話を聞き出して、で、お母さんこんなこと、こういうことしてましたよ、みたいな。どうです？一緒に出て暮らしそうですか？みたいなことになって。で、なるほどね。三者面談なんですよ。で、まあ反省してるし、いいかな、みたいな。もうその時は、もう怒りもなかったし、うん、全然ちゃんと親と話したから、よかったけど。うん、それ親にさ、いや、なんで警察呼んだの？あの時、みたいなこと聞かんかったの？聞いたら、また後戻りできる。なんかもう。親にそういう口答えしたら、うん、伸びちゃう4時間。いやそれ出た後、出た後、出所した後。そんな恨み持ってなかったよ。自分が悪いって反省しちゃってたから、もうその時。いやでもね、危なかったね。そこでだってさ、親が呼んでなかったらまた次の日とかね、なる可能性もあったな。あ、そうだよ。もうよりね、もうもっと怖いとこ行かなくちゃいけないようなことになったかもしれないからね。賢明な判断だったね。そこなかなか警察呼ぶとかできないからね。すごいね、冷静な判断でしたね、お母さん。今そこでね、住んだからこそ今親とまた話せたりとか家に戻れてるかもしれないけど、まだまだ1年ぐらいいることになってたかもしれないからね、お母ちゃん。じゃあ最後にお母さんに向けて一言お願いします。お母さんに向けてか。もう二度とあんな犯罪に至りそうな恋はしないので育ててください。嫌です。